ここでね、もう一動きすると厄介だけどね。こんだけ組織的に小池さんの顔トラップを手に入れた。そうそうそう。なんでスピーガー逆なんですか、チーム登録スピーガーの。あれはあのリーグ戦のライバルに情報を与えないから。あ、そういうこと。へえ。あのね、名前載せたの。はい。この動画だけ300回とか言っちゃった。みんな研究するんだ。2ヶ月ぐらいで100超えてる。だってみんな見たら20件ぐらいがアベレージぐらいですもんね。最初から350とかだから逆なんすね。あとあれもタグで引っかかんないように。うん、まあ登録してるチームはそうですよね。でもこの太さでやってたらほどほどにはいけると思いますけどね。本当のトップのトップは連れてきてないんじゃないか。そうなんですか。そんな雰囲気だ。あと2人ぐらい上手い子いますよね。持ってるでしょ。いや、ここで来た限りあとなんか一度しか来てない。そう人たちがいっぱい。おい、またできみんなちゃんとビブの引っ張り合いやってる子とかいたもん。おい。あ、どうぞ。おい。最近ふみちゃんが浮いてるよ。自分を出すよ。こっちいいよ。がむしゃらだって言ったら、先週はまあがむしゃらだったから、やっぱもっとだよね。あ、違います、大人チックなプレーをしないとなって。そろそろジェントルマンなプレーをする。じゃあノーファールで強引な立てる。そうそれだ。いや、全部ノーファールですよ、僕の中では。なぜか相手から引っ張ったかね。そうユニフォームは引っ張られてる感じがしますけど。ビブが不自然な形。そうふみちゃんのビブおかしかったんですよね。俺これファールかみたいな。手バシッ。なんかどっか諦めたふみがいるみたいな。熱いっていうコメント、解説が入ってたけど、熱いで済まされない。あ、ゴールうわー、ナイキー。うちのゴールなら絶対入ってる、あのパターンね。え、あの下はね、あのね、苦戦しあったよね、あのパターン。あそこ止める。いいね、やっと打った大平くんが。ほら俄然いい試合。お、来た。あ、それ入りし、それ入りし。ちゃあー、しくった。お、惜しい。前。いやー、いいねー。どう？限界だ今の。中さん。そこだ。そこずっとステイ。愛だね。プレイヤーだな。隙間を埋めるよね。ホームレスもあれスカウトしないと。ああいうね、チームのあの空いちゃった隙間をすぐ埋めに入るプレイヤー。はい、じゃあすごい大事。うち空いたスペースを隙間を誰も埋めないからやれる。ああ危ない。勝負。おい。あ、取りましょう。今から取りましょう。出た。ラスト3分。
下目にかかる。今同点か。え、入ってないでしょ。入ってないです。取った取った。おおおお、俺なら間違いなく打ってた。開いたよ、ゴール。ゴール開いたよ。あー、ゴール開いたよ。あー、左足切る。うおー、高まった高まった。守りも守ったり。あ、打ってくるよ。打てば入るよ、大平だったら。大平だったら打てば入るよ。選手に続いて。開いちゃった。開いちゃった。おー。ラッキー。開いも。うまい。うわから行こう。ここ時間ない。また引き上げが、また引き上げが。いや、人いるからもうずっと前からでいいんじゃないの、チーム。はい。ゴール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 。いやー。キーパー、ナイスキーパー。いやー、今でもコースなかったよ。OKOKOK。よく守ってるわ、お互い。ファーストファー、ファーファーストファー。ラスト1分。ファー。出よう出よう出よう。落ちる。はい。はい、ディフェンスだ。あの11番の彼のがいるだけで随分違いますね。うん。やばい。はい。はい。いや入ってない。コーナーコーナー。メリンゲ。今のコメント入れといたんだけど、音。全然全然全然ナチュラル。コナコナコナ。エッサ中詰めていい、中詰めていい。ワンプレー。ガルガルガル。ああああ、ゴール。昨日の日本代表のキーパーみたいな。ちょっと面白いとこ出た。あーあーチャンスを持ってこれない男。チャンスをつかめない男になってしまった。ないこれ、ないこれ。シーマ一回引いて。そう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 。今バックパスだ。で、これで点取られてね、ブルーであって終わるタイプだ。ピーが行って取っちゃえ。はい、これ湧いてきたぞ、いっぱい。逆逆。いや、終了。